スイートナさんの運命交響曲でございました。タイトルに他とありましたのはですね、実はその先ほどのマタチッチさんのこの手形なし手形7番のですね一楽章をぜひ聴いていただきたいと思ったんですね。でこれはスイートさん、失礼しました、マタチッチさんが日本へ来られた最後の演奏会で、もうこの時はもう本当にまあ神様みたいですね。もうああなりますと、でも調子も広い。